にちは、河辺真由美と三姉妹のサニーの玄関先で届いた宅配物を開けるだけのシリーズでございます。いつもありがとうございます。貴重なお時間ありがとうございます。本日もよろしくお願いします。今日届きましたのは冷凍でございます。これも何度も何度も届いたものでございますが、最近はこの、我が家には確実にいつもあるものですが、お店が時々違います。商品が時々違います。で、前回かな、これを買ったらすごい良かったので、リピートオーダーしてみました。はい、何でしょうか。冷凍で、食べ物で、定番でございます。はい、では開けましょう。じゃんじゃんじゃじゃんじゃじゃん。なんかですね、同じ、おーおー、そうです、同じ箱が3箱あるんですね。こういう、あれだ、ごめんなさい。はい、こういう感じで3箱ございます。春夏秋冬三直だよりと書いてますね。はい、で、これは同じものなんですが、何が入ってるかと申しますと、明太です。からし明太です。じゃーん。冷凍ですんでね、こういう感じで並んでおります。普通ですね、いつもうちはお手軽なもので、これ確か1キロで2900円とかかな、ちょっとまた調べて書いておきます。はい、でなんですが、そういうのは、お手軽なやつは結構切れ子と言いますかね。形が、バラバラだったり、こう、端っこだったりするんですが、これは一応ちゃんとした形なんですね。ただし、それが小ぶりなんです。ですので、あ、これはむしろいいなという感じで。まあ、このまま冷凍庫にはね、とても入れられないんで、一回は、ジップロックかなんかに、これから分けて入れます。サニーちゃんは全然興味ないね。ちょうど指の長さぐらいでしょうかのものが、こう、こっちですね。こんな感じで並んでおります。はい、で、これが同じ、これは1個ど、お、サイズ的にはどんなんだろう。特には、あ、書いてる、280g ということは3つで1キロじゃないですね。でも、まあ限りなく1キロに近いんですか。 280g 全部280ですね。 280×3 とは32が6 840g ですか。はぁはぁはぁ、なるほど。はい、 840g でこのお値段でございますね。はい、お買い得な、からし明太子でございます。はい、ということで今日はからし明太子でした。なんかかぶってみる。こういうのはどうでしょうね。アフロ犬って言いましたよね、昔。あ、こういうヘアスタイルどうですか、サンニーちゃん。こういう、こっちが前がいいかな。どうなんだろう。こんな感じ。どうでしょうか。あ、かぶりたいの。はいはい、わかったわかった。今、私にもかぶらせろと来ましたね。はい、タミーちゃん、一緒一緒。積極的です。一緒。はい。はい、前見て。どうでしょうか。アフロ犬でーす。よいしょ。頭が、もう形に合わない。あららら。おー、すごい、すごい、すごい。なんかサイケデリック。あら、落ちた。ね、後でご飯あげるから。後で美味しいご飯あげるから。落ちた。はい、前向いて。はい。